はい、どうぞ。はい。20分から切りよく始めましょうね。はい。これで見ながらできると。そう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 、なるほど。ちょっと時計邪魔ですよね。そうだ、なんか時間見えた方がいいかなと思って、うん、46分までですね。はい、20分からスタートします。じゃあ5秒前、4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。6月22日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市急名にございます。FM79.7MHz、FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りします。MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして本日ミキサーはこの方です。あかりです。よろしくお願いします。お願いします。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも、番組への応援メッセージでも OK です。メールアドレスは797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ、皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして、番組専用の X とハッシュタグがございます。@大好きラブ797です。皆様からのフォローお待ちしています。そして、番組ハッシュタグは、大好き叫べ。とつけてコメントの参加お待ちしています。さあ、ということで、まずはですね、収録日が6月12日の水曜日ですが、前日ですね、FM ギノワンの旧名古屋さんの方にですね、電話ゲスト出演させていただきました。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。初めてちょっと王子とトークしてみたんですが、楽しい時間を過ごさせていただきました。そして今回はですね、初ゲストを迎えておりますので、CM の後、ご本人の声をですね、直接紹介させていただきます。それでは、一旦 CM です。1分後 CM 明けですね。はい、はい、ツイキャスの皆さんありがとうございます。後ほどコメント拾っていきますね。はい、今日ゲストさん来てますので、今日はちょっと顔出しはできないんですが、声だけでもぜひお楽しみください。すごいいっぱい来てる。こっちから見れるからさ。はい、今日のゲストは私、沖縄大好きの弟が来ておりますので、皆さん
今日どんなトークになるか、ぜひちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。声を超える存在感出してねって高坊さんから。はい、じゃあ、10秒後 CM 開けます。はい、で、あの CM 開け BGM トライアゲインで、はい、 OK です。はい、少々お待ちください。はい、はい、じゃあ CM 開け5秒前、はい、4、3、2、1。はい、改めまして沖縄大好きです。それでは、まずは本日の初ゲストの方を紹介していきたいと思います。それではご自身の声で自己紹介よろしくお願いします。どうぞ。皆さんこんばんは。今回ゲストのフラーテルと申します。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日のゲスト、私沖縄大好きの弟、今回ちょっと本名を控えましてフラーテルっていう名前で参加しております。よろしくお願いします。ちなみにフラーテルの由来って何ですか？あ、フラーテルの由来ですか？由来です。これはですね、ラテン語で、兄弟。お、兄弟。意味で、それで今回は、弟ってことで、はい、それでここから名前を取らせていただきました。実はこの名前ですね、前日まで二人で打ち合わせする際に、どの名前でやるって話になりまして、最終的に、決まったのがこのフラーテルっていうお名前になりまして、今回皆さんフラーテルって呼んでいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、ツイキャスも始まる前からコメント来てまして、早速拾っていきたいと思います。まずトップバッターは、野中さんですね。沖縄大好きさん、この時間で収録してないのかしらということでお待たせしました。やっとスタートできました。そして、高坊さん。こんにちは、デイスキさん。いや、大好きさん、訛りがひどくて、いや。ゴーさんの真似っすよね、それね、多分、高坊さんの。さっきまで英語喋ってたんですか？どの場面で？ちょっと気になりますが、野中さんを見れたということで、ありがとうございます。沖縄大好きさん、赤にリスナーの皆さん、こんばんちょい、かっちゃんさんからですね、ありがとうございます。武蔵さん、沖縄大好きさん、ミキサーのあかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しゅい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。それから、大好きお叫ぼう、あかりーということで、かっちゃんさんが来てますね。高坊さん、リスパーね、リスナーパーソナリティの略。あ、なるほど。そして、昔送ったメール、迷宮入りか、昔送ったメール、高坊さん何のメール送ったかちょっと僕、わからないんですけど、紹介どういうことですか。高坊さん紹介してますよ。ホイッスルですよね。ああ、あれかな。アーカイブってまだ上がってないっすよね、多分ね。あ、そうそう、ツイキャスの方で確認できます。あ、OK です。皆さん、ツイキャスセカンドの方で、アーカイブありますので、一度探してみてください。ちょっと僕も探してみますので、後ほど、ちょっとツイッターの方でも上げたいと思います。それから、高坊さん、今回、僕の弟にですね、ゲストさんに、声を超える存在感を出してねって言われてますが、出せますか？いけますか？いや、頑張ります。いや、もう、どうです、あかりんさん、今。いや、十分、まずお名前のインパクトが大きいので、気楽に楽しく一緒にできたらいいなと思いますよ。だそうです。はい。ありがとうございます。ちなみに、高坊さん、急な出演かもしれないけど、リラックスでということで、宜野湾市急なの方でかけて、急な出演ということでかけてますね。さすが高坊さん、ありがとうございます。そして、武蔵さん、ゲストのフラーテルさん、こんばんは、お疲れ様ですと来てますね。で、高坊さん、そうです、ブラザーっていう意味ですね。で、高坊さん、あ、そういうことですね。佐喜眞さんの番組、今ちょうどお隣のスタジオで今佐喜眞さんの番組生放送中ですね。そういうことでしたか。あ、ですね、牧師さんこらえてますね。あ、OK です。高坊さん、了解です。この前の、このホイッスルのことですね。ありがとうね。ピーって来てますね。ありがとうございます。さあ、ということで、ツイキャスは一通り紹介しましたので、じゃあまずはちょっと今回初ゲストのフラーテルさん来てますが、改めて率直にいかがですか、今回ラジオに呼ばれて。そうですね。緊張してますね。めっちゃ伝わってます、緊張感が。ラジオではこんな感じなんですけど、普段は全く全然普通に喋ってて、自分たちも。それこそ、
今回のゲストさん、僕の弟はですね、彼もアニメが相当好きで、声優さんも好きで、で、一番、何が好きでしたっけ、一番好きなアニメ作品シリーズで言いますと。アニメ作品ですか？うん。いやもう。一番見てるものといえば。一番見てるものといえば、もうこれは、私、ガンダムシリーズ。よく見てますね。で、ちなみにそのガンダムシリーズなんですけど、ガンダムシリーズにハマったきっかけ伺ってもよろしいでしょうか？これはですね、当時、私がまだ幼い頃ですね、この兄と、いとこのお兄ちゃんが一緒にガンダムを見てたんですよ。で、それを見て、このロボットなんだろうみたいな感じで、そこから入っていって、で、だんだんとそこからハマっていって、気づいたら今沼にはまってるって感じ。ああ、なるほど。ですね、自分がちょうど小学生の頃に、さっき言ったそのいとこがいるんですけど、当時僕たち世代で流行ってたガンダムシリーズが、機動戦士ガンダムシードっていう作品がありまして、で、自分たちのテレビアニメですとか、そのゲームを、よく遊んでたんですね。それで、弟の方もその影響を受けて、ガンダムシリーズにハマってるんですが、僕よりめっちゃ詳しいです、一番、本当に。もうまさに、もうガンダムに詳しくないってことは、もう一つもないぐらいめちゃくちゃ詳しくて、声優さんに関しても特に、もう僕よりめっちゃ詳しくて。ちょっと待って、ハードルを上げて。もうびっくりするぐらい、もうすごい沼にはまってるんですが、で、そのフラーテルさんなんですが、そのガンダムの、ま、影響を受けまして、なんと趣味にガンプラも、作っているということなんですが、その辺もちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。はい、わかりました。ちなみに、いつからやり始めましたか、そのガンプラに関しては。そうですね、このガンプラ、ま、模型作り始めたのは、だいたい小学校の低学年終わった時くらいに、初めてその、那覇の新都心に山田電機があると思うんですけど、はいはい、あそこが初めてその頃できて、で、父と行った時に、はい、いろんな広いねって見てたら、なんか、ガンダムのいろんな箱がいっぱい置いてあって、なんだこれはと思って、見たらこれプラモデルって書いてある。で、それを、初めはフィギュアみたいなものだと思って買ってもらったんです。そして中開けたら、なんか変なものがいっぱい入ってる。それを調べたら、それを自分で組み立てるものだった。で、その当時から組み立てる、まあ、ものを作るのが好きだったので、でそこからちょっといろいろと作ってで、組み上げていくっていうのが楽しくなっていって、で、一度ちょっと中学校上がった時くらいに離れたんですけど、また高校の時に再燃して、もうそこからまた何十機、何百機って作るようになって、もう今ではもう家が模型でいっぱいになってます。ですね、僕、その弟と一緒に生活はしてるんですけど、そのびっくりするぐらい、弟、ガンプラ何箱か買ってきては、自分で作っては、空箱とかも結構なんか山積みなるぐらい、しっかりなんか残してて、もう気づいたらクローゼットなんかもぎゅうぎゅうなるぐらいなんか、いっぱいあって、もうそれぐらいすごく熱中してるんですけど、ちなみに、これまでガンプラ作ってきた中で、一番、その好きなガンプラといいますか、その、一番熱中したものってありますか？自分の中で。難しいことを、なかなか、できますね。ぶっちゃけこのシリーズの中でもいいですし、その。シリーズというか、まあ、まあ、一番思い入れがあるっていうものですと、やっぱり一番最初に作ったガンダムのプラモがあって、ガンダムってなんかよく皆さんが見るリアルな等身のお台場とかにもよくあるような形のものが多いと思うんですけど、はいはい、私が初めて触れたのは BB 戦士っていうなんかキャラクターアニメのなんかキャラクターっぽくなって、そのガンダムなどに目が人の目みたいになって、はいはい、でなんかすごくちんまりとしたデザインのもの でそこから初めて触れて、その BB 戦士のその時は三国志をモチーフにした作品が出てたので、その時の劉備ガンダムだったかな、それがまあ一番思い入れがあって好きなプラモですかね。なるほど。じゃあそこからもどんどんハマっていったわけなんですね。そうですね。でちなみにですね、今ツイキャスちょっとコメント来てます。おこれメール来てますね。ちょっと一つ紹介しましょうね。こちらですね、こちら先ほどですね、コメントに来てます野中さんからですね、今収録中ですか、ツイキャス楽しみするんだけど、あ、ごめんなさいね、先ほどね、ちょっと開始が遅れたんですが、今来てますね。あ、申し遅れました。FM 那覇、モーニング那覇、火曜日の桃代大好きなおじさんです。ありがとうございます。
朝の番組ですね。ちょうど、マイオアシスの、ちょっと裏の時間ですね。FM 那覇さんの朝の情報番組ですね。ありがとうございます、野中さん。ツイキャスもですね、コメント追加できているのでご紹介しますね。ゲストさんにも向けて来てますね。緊張は必要だけど、緊張はしないでね。これ、緊張の夏の方ですね、これね。で、それから、野中さん、そりゃ緊張するわね、笑い。高本さん、ガンダム、男性芳香剤。高本さん、タミヤの模型で作ってたな、1個300円だったよ、ということで、タミヤの模型で作ったことあります、ちなみに。タミヤは、まだ触れたことはないです、ね。まだないです。で、それから、高本さん、追加で2つ来てて、シャア専用ザクが高いのよねっていうのと、量産型ザクが愛らしくて好きでしたよって来てますね。シャア専用も作ってないです、まだ。シャア専用はですね、キューキットと、高本さんがおっしゃられてる1個300円だった頃のものと、現行品のものを何度か作ったことがあります。おあれ、ね、なかなかいいものです。ちなみにどれくらいかかりました、作る時間って。まあ、昔の300円のものは、本当に組み立てる時間だけで言えば、まあ、1時間もかからないんですけど、まあ、現行品は、まあ、なかなか、まあ、こだわればこだわるほど、時間かかるので、まあ、1時間超える時とかもあります、ね。なるほど。じゃあ、それだけやっぱり結構夢中になって作ってるわけですが、あと、武蔵さんからもちょっとコメント来てて、ガンプラ、もよく作ってましたね。アクションフィギュアも好きで、勇者をガオガイガーに出てた、天国騎士、キングジェイダーと、それから超合金、ボルテス5来たか、ここで。アルティメットグラビオンとかも買ったけど、5万円以上するからお金貯めてか買ってますということで、やっぱそれだけ相当お金もかかったみたいですね。で、それから、トニーさん来てますね。こんにちはということで、この後ね、14時過ぎにちょっと収録なんですが、最近、6月から番組を始めてトニーさんからも来てます。ありがとうございます。で、それから、高本さん、子供でもなんとか作れましたね。子供の頃の超合金は高価でしたよね、ということで、野中さん、男性用のヘアトニーカガンダムじゃなくてマンダム、そっちかそれ、男性用化粧品のやつですね、マンダムは。今僕たちの話はマンダムじゃガンダムの方なんですけど、うまくつなげましたね。さすがです。座布団1枚あげます。さあ、ということで、じゃあもう一つだけですね、ちょっとお伺いしたいんですが、今ガンプラの話ももちろん出てきましたが、もう一つの趣味としてイラスト制作も書かれてますが、はい、一体どんなイラストを書かれてるのかもお聞きしてよろしいでしょうか。まあ、そうですね。私、今は、好きな作品とか、あとは最近で言えばよく YouTube って、配信者さんが多いと思うんですけど、はい、その配信者の皆様のそのファンアートとかを書かせていただいて、それを SNS とかに投稿させていただいたりとかさせてもらってますね。ちなみに、そのファンアートってあるじゃないですか、いろんなそのアニメ作品のその生配信とか、声優さんとかのそのスタジオの裏とかにこのよく貼られてるんですけど、背景に。採用されたりとかありましたか、過去に。いや、ちょっとまだない。まだないです。まあ、一応、その、記念配信とかの時に、一度取り上げてもらったことはあったかな、くらいですかね。ちなみに、その時の作品ってお伺いしても大丈夫です。その時は、VTuber さんの配信で、その方の、確か誕生日記念配信の時だったかな。その時の、イラスト描かせていただいて、それで上げていただいたという形になります。なるほどですね。で、ちなみに今 VTuber さんの話も出てきたわけですが、VTuber も実はゲストさんすごく好きでして、VTuber にハマったのっていつ頃からでしたっけ？これをね、まあ、話すと長くなってしまうので簡潔にまとめると、はい、ちょうど VTuber っていう単語が出始めた頃ですかね。本当最初の頃。はい。ですかね。キズナアイさん。ああ、はいはい。あの方々が出てきたタイミングくらいなんで、まあ、歴だけで言えば、本当に子さんくらいの、位置づけ。ああ、すごい。いますね。もう長いですね、やっぱり。それだけやっぱりすごく熱中してるっていうのが本当に彼も伝わるんですが、もうまさにこの番組にはもううってつけですね、やっぱり今回、初めてちょっとゲストとして、今回弟呼んでみたんですが、もうすごく今、熱意がすごく今話聞いてるだけでも伝わりました、僕の方でも。はい、ということで、あと二つコメント来てるので、ちょっと紹介しましょう。高本さん、商品化するためのイラストもっていう来てますね。これは、いや、そこまで考えてない。ちょっ
っとまだまだ、ね、上のやっぱ上の方々がすごいですから、うん、まだまだそこまでは。そこまでは。それから野中さんですね、20年前に欲しかったガンプラ、今プレミアついててとんでもない金額になっちゃった。これ12分の1シャーザクあの時買っておけばよかったって来てますが、ちなみに今どれくらい買って分かります？いや今プレミアムついてて相当だと思うんですが。12分の1のシャーザク、相当でかいんじゃないか。確かあれ、人、結構もう成人男性くらいの大きさなかったっけ、確か。それくらい？それくらいだったと思う。結構大きかったよね。マジか。12分の1で、本当にこれくらい、でかい。そう、結構大きいですよ。なので、もう確か12分の1結構高かったんじゃないかな、なんと。これちょっと後で、収録になってちょっと調べてみましょう。これは。ちょっと後で弟にも聞いてみたいと思います。で、あ、ライトがつく模型もあったよね、ということで来てますね。高本さんからありましたか？ありますね。キューキットとかでも豆球使ったものがあって、今でも LED とか使って光らせるモデルとかは、大きいモデルとかに採用されたりとかしてますね。おちなみに、やったことありますか？そこまで。一回だけ。はい、一回だけ。一回だけあります。楽しいです。あれ、電飾とかつけてるやっぱりロマンがありますね。なんか迫力ありますね、ガンダムのそういう、このライトが光る瞬間とか。そうですね。やっぱりなんか、ライトで光らせたときはなんか、今動くぞっていう感じがひしひと伝わって、なんか、すごくテンション上がります、ね。そそりますね、これは。そして、こちらまで行きましょうか。野中さん、ちょっとした小学生サイズね、身長150センチとかです。150センチ。結構大きい。あ、武蔵さん、ガング野郎の YouTuber の、あ、おたぱさん、僕も知ってます。おたぱさんのチャンネルで、市松さんのチャンネル、配信はよく視聴していますね。ガンプラも他のロボット変形ものの説明が丁寧で分かりやすいので、おすすめのチャンネルです。めっちゃ見てます、僕もおたぱさんのチャンネル。めっちゃ好きで。ロボット系のものとか、そう、それこそスーパー戦隊シリーズの、その動画とかもよく上げてたので、よくそこから見てましたね。おたぱさんの見てます？おたぱさんの、一時期すごくかじっても見てましたね。ちなみに、なんかおすすめの YouTuber さんっていたりします？今のところ。おすすめの YouTuber さん。パッとこのガンプラ、ガンダム関係のミスとロボットもので、こういうのやらしてるよとか、今のところいます？そうですね。でも、私、今ガンプラで言うんだったら、はい、クラフタさんっていう方がいらっしゃる。クラフタさん。この方、すごく、プラモデルの制作技術が高い方で、動画のクオリティも高いので、ぜひ気になった方は一度見てみてほしいですね。じゃあ、クラフタさん、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。それでは、一旦ですね、ちょっとコーナーの方に移りたいと思います。それでは、行きます。続いてはこのコーナー、沖縄大好きの今日の大好き。このコーナーでは、私、沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクターなど、楽しく熱く紹介するコーナーなのですが、今回は、ゲストさんをお迎えしておりますので、今回ゲストさんの大好きなものを改めてちょっとお伺いしていきたいなと思います。それでは早速なんですが、先ほどまあガンプラの話もいくつか出てきたわけなんですが、アニメ声優さんとかもちょっといろいろ好きということで、ご本人からも伺ってますが、声優さんの中で、辻谷浩二さんを推されてたということで聞いてますが、じゃあ、ちょっと僕の方で簡単にちょっとどんな作品出たかっていうのを紹介してからゲストさんにお伺いしたいと思います。辻谷浩二さんはですね、主なちょっと代表作なんですが、犬夜叉、高橋留美子先生の犬夜叉の、奉仕の魅力役や、機動戦士ガンダム、これは W8で当たってる？これはね、0080。0080、ポケットの中の戦争、バーナード・ワイズマン、バーニー役でも出演されていた声優さんですね。そして、奥様が声優の渡辺久美子さん、同じく犬夜叉の尻尾や、あたしんちの母、ケロロ軍曹のケロロの声を担当されている声優さんでございますが、まずは、今回ゲストさんにですね、まず辻谷さんのその魅力的なところとか、その出られている作品で印象に残っているものをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。辻谷さんをまず知ったのは、ちゃんとその意識したっていうので言えば中学生の頃ですね。はい、ちょうどその頃にまたガンダムを再履修してた時期で、はい、その中で SNS にガンダムを見るならこれを見ろっていうので挙げられていたのが、先ほど代表作にも上がっていた機動戦士ガンダム0080のポケットの中の戦争という作品で、はい、これはもうガンダムを知らなくても絶対見た方がいいっていうのがあって、それで見させていただいたんですけど、もうガンダムというとロボットがバチバチ戦うイメージのものが多いと思うんですが、はい、この作品はもうどっちかっていうと
そのガンダムっていう、まあ、その戦争の中に巻き込まれたとある少年とそれに関わる、まあ、人たちの物語って感じが、まあ、その面が強くて、その時に出てきたバーナード・ワイズマン、愛称バーニーっていうんですが、まあ、その辻谷さんが演じられたのバーニーの役がすごく、なんていうんですかね、等身大の青年って感じがして、はい、俺はもう、あの全然倒したこともエースでも何でもないけど、子供の前では自分はエースだってなんか意気がったりする、うん、だけど本当は臆病で俺はダメなんだ、だけど、まあ、とある作戦で覚悟を決めて人々を守るために一人単身で戦うっていうシーン、もうそのシーンだとかそこに至るまでの過程がすごく好きなキャラクターで、はい、でその時その辻谷さんの声も相まってすごく好きになった作品で、なるほど辻谷さんもそうですね、実際にあの、弟とも一緒にその、ポケットの中の戦争を見てたんですが、本当になんかすごく胸にグッとくるものがあって、正義とは本当に何なのかっていうところも、すごく違う視点で見れるっていうのと、やっぱりその辻谷さんの声が本当に、すごく物語っていうところもありまして、で、少年役が確かその当時、子役だった並川大輔さんが出られたということでも、有名な作品でございますね。はい。ということで、じゃあ、お時間、そうですね。ちょっとずつ待ってますので、一旦ちょっとエンディングに入っていきたいと思います。はい。ということで、高保さん、当時、ジオラマも人気がありましたね。ということで、ありがとうございます。なんかもう今回、ちょっと初めて呼んで、ゲストさん、ちょっと呼んでみて、初の試みなんですが、結構喋れてますね。なんだかんだ言って。緊張はしてるけど、話が結構スムーズに、いい感じに言ってました。皆さんいかがでしたでしょうか。さて、残り1分ということで、締めの挨拶させていただきます。番組では皆様からのメッセージを募集しておりますので、ぜひぜひ、797@fmginoan.com までお送りください。それでは、この後も FM ギノワンの番組をお楽しみください。お相手は私、沖縄大好きと、ミキサーのあかりと、そして本日のゲスト、フラーテルでした。ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。全然できてた。できてた、ね、できた、できてた。うん、でも、ちゃんとまとまってたじゃん。そうかな。うん、なんか、すごい緊張してるようには見えなかったですよ。辻谷さんだとしたら、ガンダムの話を始める。いや、でも全然いいと思う。辻谷さんの代表作で話振るのは全然いいと思う。で、今コメント来てて、弟さんまた来てねって、で、高保さんがチャオって、で、素晴らしい、ブラボー、お疲れ様でしたって来てます。ありがとうございます。はい。ぼちぼちツイキャス終了しましょうか。はい、わかりました。じゃあ、この後また収録ありますので、自分とまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。